こんにちは、速稼塾の久保です。今日は1月14日ですね。時間にしてまだ深夜明け方前なんですけども、4時になります。まあいつもこんな時間ですけどもね、だいたいこの時間に相場解説をすると、1時間軸で言うとですね、2本か3本プラスアルファされた状態で皆さんのところに動画が届くと思うんですよね。で、昨日のお話でもありましたように、クイックレスポンス Q&R ですね、こちらの方をいかに使えるかってことが FX の要になってきます。基本的にはですね、仮説を立てていくんですけども、その仮説が外れた時にどうするっていう第2仮説、これとあとは第3仮説ってものぐらいまで立てられると、まあ勝率は非常に高くなるかなっていうところですね。で、そのためにはね、やっぱりね、最低限第1仮説を立てて、こういうところに根拠があるからこうなるに違いないというふうに考えていくんですよね。で、その仮説がそうならなかったらどうするっていうところまで考えられると、ちょっとレベルがもう一歩進むのかなと思います。そして第3仮説は可能性は低いけども、これもあり得るよねっていう感じですよね。で、第1仮説、第2仮説、第3仮説まで行って、第1仮説が当たり続けるのが最もいいんですけども、そんなにうまいことはいきません。でも第2仮説がもし当たるようでしたら、クイックレスポンスが効くんですよ。で、第3仮説は非常に蓋然性の低い仮説になってきますんで、第3仮説が当たるばっかりになるとね、これまた困るわけなんですけども、でもそうですね、仮説は3つぐらい立てておくと反省がしやすいかなと思います。つまり、ことが終わった後になぜその仮説が当たったのか、もしくは外れたのか、これが検証できるっていうのが仮説のものすごく大事なところなんですよね。ですので、仮説なくしてエントリーなしという形で覚えていただければと思います。それでは今日も一日足から見ていきましょう。こちらでございます。はい、全体的には上昇トレンドは継続しているわけなんですけども、でもここでね、ちょっと私の仮説を崩すことが起きてきました。こちらのラインを下回って N を書いて下に行くのまではまあまああったかなと思うんですけども、次ですよね、ここ終わることはないかなと思ったんですけども、どうも割っているような感じですよね。で、今114円の128ですから、こちらの防衛ラインを割ってきたってことになります。となるとですね、これは大きな下落を起こすかもしれないわけですよ。特に4時間でお話ししますけども、今回ダブルボトムという仮説を一昨日立てましたけども、それが打ち破られたわけなんですよね。まあ、ですんで、大きく上昇するという流れから大きく下落するということに切り替えていかなくてはならないんですよね。その時に、じゃあどこまで落ちていくのかっていうところで考えられるのは、こことここを結ぶ2つの点、ね、ここを結べました、ここまで行くんではなかろうかってことなんですよ。もちろん最大限ここまで行くってことですよ。その前にでも食い止めるべきポイントっていうのが特に見つからないので、1日足の中では、まあ、ですので、全体的には右肩上がりなんですけども、その中で下落の大きな流れが来てるなっていうふうに感じることは、まあ、今回ね、あるんですよね。ここも同じですよ。下落の大きな流れが来たわけですよ。で、同じようにこのぐらいの距離で来るかもしれないってことなんですよ。もともとはこの下落だったわけですから、この下落の幅がどんどん大きくなっていく、要するに振幅がどんどん増えているなって感じることなんですよね。大事なのはこういうふうにブワッと広がっていってるでしょ。通常ペナントのようにこうやって縮んでいくんですよ。振幅がこういうふうになっていくんですよ。で、その後でブレイクするっていう流れになるんですけども、今回はブレイクした後でどんどんまたね、広がっていくみたいな、こうメガホンの形みたいになってるんですよね。これはちょっとね、扱いにくいやつなんですよ。扱いにくいんですけども、4時間を見るとちょっと分かるようになってくるかなってことですよね。この形でダブルボトムはここに設定したわけなんですけども、このダブルボトムが成立していれば、ここから上の方に上がっていったんではないかなっていうところなんですが、ダブルボトムを否定して突き破ったわけでしょ。ってことは大きな下落に転ずるわけですよ。サポート転じてレジスタンスですからね。で、レジスタンス転じてサポートですから、レジサポ転換ってやつです。まあ、ですので大きく下がって、4時間足でいくともうお分かりですよね。この辺りまで下がるっていうことが見て取れるんですよ。ですので、今からでも遅くないです。セル入るの、セルに入っていいと思いますよ。通常はね、本来でしたらこの辺で入るのが望ましいんですよ。もしくは跳ね返ったこの陽線の後で入るのが望ましいです。
でもそこに同居できなかった場合は今からでも113円の525あたりまでセルをかけてもいいんじゃないですかね。じゃあ1時間足ですね。1時間足はもう急激なもう売り相場になってます。あとは時間軸を小さくすればするほど下落の流れがよく見えてくると思うんですけども、これもですね、売りの幅が最初は横でしょ、で最初はこのぐらいのちっちゃな山だったんですけど、次はこのぐらいの大きな山になってきて、ついにはこんな大きな山になったわけですよ。どんどんギザギザが大きくなってくることを考えると、ここからね、ですか、あと50ピップスぐらいはセルの方を見てもいいんじゃないですか、この110円の129から。ですのでダブルボトムが否定されたわけですから、しばらくはセルの方で取っていけるんじゃないかなと思います。ただ繰り返しますけども、全体的な日足の流れはまだね、買いの方向に大きく力を出してますから、売りにはかなり慎重になった方がいいと思います。例えばここにロスカットラインを引いて、ここからセルに入るっていう感じですよね。そうなるともう本当にリスクリワードのピップスとしては合わなくなってくるんで、まあエントリーにはあまり私のルールで言うとね、適さないんですけどもね。それでも10ピップス20ピップスみたいなちっちゃなのを狙うようでしたら、セルで入ってもいいんじゃないかなと思います。その代わりこれ揺り戻しでロスカット食らう可能性がありますけどね。なぜ30ピップスの利益狙おうと思ったら、ロスカットラインはエントリーから10ピップス引き算になりますからね。あっという間にちょっとしたブレで達してしまいますよね、そうなると、まあ難しいところですよね。まあけど分かったことは、セルの方に流れが変わったということですよね。今回反省するべき点は、ダブルボトムを仮設しましたよね。ダブルボトムを仮設して、ダブルボトムがそのまんま、なんかね、セオリー通りに行けば大きく買いで取れていたんですけども、そうではなくダブルボトムを否定して下の方に潜ったわけですから、これはもうセルの方で一気に取ることができたなっていうことですよね。まあ、これはよく使える原理原則なんで、ぜひねダブルボトムとか二点天井とかを否定された後は、じゃあ逆目に大きくエントリーすればいいんだなと覚えておいてください。それでは本日は以上です。